ます。さっきのジョに続いてハということで、僕はガッケル NL でツイッターやってます。でまず自己紹介からで、先ほど言ったように名前はガッケルで、理学部の3年生もすぐ4年生になります。で隣のお隣の建物にいまして、去年の5月から放牧されてちょうど今1年というところです。では本題に入ります。まず論文を読むときどうしますかという質問で、もちろんこれはその誰がというのは非常に重要だと思って、研究者だったりあるいは学生とかあるいは全然その生物やってるけれどもなんか専門じゃない分野、自分とはちょっと専門じゃないけどとかそういうところの論文を読みたい、まあ、いろんな状況があると思いますけど、まあ多分パッと思いつくのはパブメドというところで、パブメドこんな感じですね。たくさん論文引っかかります。ですけどパブメドってやったら引っかかりますよね。なんかそりゃそうなんですけど、いやこんなにいらないじゃんかとか、いやもうちょっと軽く知りたいだけなんだけどなとかっていう時ありますし、そもそももっと日本語で読みたいですよね。この間課題でどうしようもなくなんか英語読んだんですけど、まあ軽いですよね英語は。できれば、まあ、日本語あるならもちろん日本語の方が良いと。そんなあなたのためにこのファーストオーサーズっていうのがあるわけですね。でこれはトップジャーナルに載った日本人の論文で、まあ一応日本人が入ってればということで、まあ、別に海外のチームであっても乗っかってるんですけど、そういう、本人にそのもうちょっと詳しく内容を解説してくださいという感じで書いたものです。でもそんな日本語って言ってもお高いんじゃないですかっていうのはよくある質問だと思うんですけど、これは無料で新しい情報もどんどん更新されていきます。で今現在どのぐらいあるかというと、今日の時点で279本の論文があります。じゃあ中身を見ていきましょう。ファーストオーサーズ、まあ、こんな感じになっておりまして、でこれ、1週間ぐらい前の画面なんですけど、ああこのここポチッと押すと内容に飛ぶわけですね。おお素晴らしい。まず要約から始まって、まあ、初めに内容があるというふうになっております。でこの中にはこういう図も入っていて、で多分普通にはない丁寧な解説がたくさんついていると、ということを、まあ、僕も去年牧場に初めて入って知りまして、でどういうことやりたいって言われて、あなるほどこういうものがこういうの面白いなと思って、そうだこれを題材にしようと思って作ったのがこれ、先ほどタブリス君が説明してくれた同じやつなんですけど、これの下の方を見るとこんな感じ、なっておりまして、上はさっき説明してもらったタブリス君なんですけど、この下側の分類計算って書いてあるところを僕はやりました。それで今日のテーマです。欲しいものをすぐに見つけたいというのが今日のテーマで、こういうファーストオーサーズには、編集長がつけてくださったタグが必ずついてるわけですね。この論文だと、まあ、マウスとかがん遺伝子とかそういうのが、まあ、キーワードとしてその編集長がこれ全部読ん でこういう、まあ、キーワードはこんなもんだろうということでつけてくださっているものです。でこれに注目したわけですね。で、このページのもうちょっと下にはこういうものがありまして、タグクラブがあるんですけども、単語の検索っていうのはちゃんと検索機能がついててできるんですけども、そのせっかくタグをつけてくださってるのにこうタグを見れるところっていうのはとりあえずここしかないわけなんですね。じゃあここにないタグ、例えば多分この四角とかいうのは多分この中入ってないと思うんですけど、他にはいろいろつけてくださったみたいなんですけど、どういうタグがあるんだろう
っていうことでちょっとそれをテーマにやってみました。どんな単語があるんでしょうねとコードを書いてみると、おお、たくさんある、びっくりですね、なんと281個。ほほう、じゃあタグを整理しましょうということで出てくるのが先ほどのこれです。分類検索で、これをまあちょっと押してみるとこういうページに飛びます。これが僕の担当したメインのページなんですけども、これ勝手に僕が自分で7つに分類しました。でまあちょっと見てみましょう。この分野のところをポチッと押すと、その分野としてこういうタグをが存在してというのを一覧で出してくれるプログラムを書いて表示してます。でこの神経科学とか分子生物学とかはそのさっき編集者がつけてくださったタグで、そういうのが一覧で見れると。じゃあこっちかな、この発生生物学についてちょっと見てみましょう。それを押すとこのページが出てきて、つまり発生生物学というタグがついた、論文は39件あって、その一覧、新しい順に並んでいると、まあ、もうちょっと拡大して見てみますと、まあ、こんな感じになっていると。で、このタイトルのところをポチッと押すとこういうページに飛ぶわけですね。あれ、このページはあ、これさっき聞きましたねということで飛ばします。はい、戻ります。で、ここのあれ、あ、キーワードってところに注目してください。このキーワードとは何かっていうと、この上のやつがタグですね。キーワードっていうのは僕が自分で、生成するプログラムを書いて作ったものなんですけども、このキーワードっていうのは他の論文には少ないけれどもこの論文に多いものを、プログラムで計算して他のとちょっと比較して自分で出してきたものをここにいくつか6つ出すようにしてます。で、それってどうやるんだろうっていうのは TF-IDF というアルゴリズムがありまして、これを、まあ、中で動かしてるんですけど、まあ、とりあえず中見てみましょう。で、まあ、このキーワードポチッと押すとこういうページ、さっきまでは多分上が違うんですけども、キーワード検索っていうふうになってます。で、これは神経幹細胞っていう単語が一瞬でも出てきた論文を全部拾ってきてまして、でこの左側の50って書いてあるのがそのこの論文に50回この神経幹細胞っていう単語が出てきたということを表してます。その下は11回出てきてて、というふうになってて、まあ、たまに、まあ、下の方だと2回とか1回とかで、まあ、何かの表紙に出てきたんだなという感じです。で、まあ、上の方はそのメインとしてこの神経幹細胞を扱っているということが、まあ、分かるということですね。で、まあ、そうです、こんな感じです。じゃあ戻ります。先ほどのトップページです。で、分野を押して発生生物学を押して、で先ほどここまで来たわけですが、もっと下を見てみるとここですね。さらに分野を絞って検索という機能をつけまして、これを押すとこういうページに飛ぶわけですね。でもう一回同じかよって話ですけども、まあ、例えば次生物種をクリックしてみるとこういうふうな画面が出てきます。これはその発生生物学っていうタグと生物種の、その生物種として、用意されたタグの両方を含むもの、つまりマウスだけだったらもっと60件とか70件とかあるんですけど、その中でも発生生物学に絞ったものっていうものを出しております。で、まあ、押してみると、まあ、先ほどと同じように、ただし出てきているものは発生生物学とマウス両方のタグがついているものだけを表示しているというふうになっております。つまり、普通例えばブログとか検索機能では一つの単語しか調べられないというのは普通なんですけども、今回はその2つまでなら2つ両方出てきているものをピックアップできるようなシステムにしてみました。で、もう一回戻ります。
最後に著者一覧というのがありまして、これを押すと著者の一覧が出てきます。で、なんと全部で512人もいるわけですね。すごいですね。この横に書いてある数字っていうのは基本的にそのこの人が何本ん、この人が出した論文が何本この、新着論文レビューに登録されてるかということなんですけど、まあ、3.5 とかあるわけじゃなくて、多分 3.5 とかそういう、普通にただ載ってるだけだと 1.5 なんですけど、一番初めに載ってる人は基本的に 1.5 ってことで、まあ、その人に重み付けをしてファーストオーサーってことで、まあ、大体重み付けして表示しております。で、例えば、この隣の建物にいらっしゃる、まあ、ちょっと濡木先生を押してみましょう。ポチッと押すと、まあ、3って書いてあることが分かるように、まあ、3本、その濡木先生がの名前が入っているとかが発表された論文が3本この新着論文レビューにあることが分かります。で、このキーワードを見ていただきたいんですが、このキーワードこういうものが出てきています。そうするとこういうキーワードとかを抽出したことで、こういうものをざっと見ると、この人がだいたい膜タンパク質の研究はしてるんじゃないかとか、そういうそのこの研究、そのまだ内容を読まなくてもこのタイトルと、まあ、キーワードをざっと見たぐらいで、まあ、どんな研究をしてるのかっていうのがだいたいわかりますねっていうことで、はい、非常に便利ですねということです。で、実は、発表はここで終わってたんですけど、当初はなんかツールの説明ばっかしてもなんかしょうがないじゃんみたいな、これ次の RA のが来るってことでやってるんだから、もうちょっとどういう過程で作ったのかとか、そういう裏話を入れた方がいいというご意見をいただきまして、これからちょっと作成までの道のりについて、お話ししたいと思います。まあ、先ほど一番最初に言ったように、僕は2011年5月に報告されました。当時、一応その情報の名のつく学科にいるわけですが、まだその去年の4月の段階ではまだ、まあ、ちょっとその情報の課題で資源語、まあ半年やったぐらいで、まあ、まあつまりまだまだ駆け出しというか始まったばっかみたいな感じだったわけであります。でもなんかその頃からなんかその自然言語処理とか、そういうテキストマイニングとか言語、その文章を処理してみたいと思ってて、ということはまずこれを読めばいいんだ、まあ、形から入る派なのでこれを読めばいいんだということは分かったわけですね。でもこれ読むためには、ここに中にコードがいくつも入ってるんですけど、 Python っていう言語で書いてあるらしいと。ほほう、じゃあまず Python を勉強しなきゃいけないじゃないか、まあ、形から入るわけですね。ってことで、まあ、Python を勉強させてたわけです。で、今はそのもう1年間使ってずっと Python を書いてるわけなんですけど、で、結局さっきの本はまだ未だに読んでないわけなんですけど、まあまあ Python はまあちょっと身についてきたので、まあまあそれは良しとしましょう。で、まあ Python っていう言語の特徴としては、まあ非常にシンプルというのが挙げられると思います。先ほどタブリス君は Perl 使ってて、で、その牧場の帯方は Ruby を使っている方が多いんですけど、そういう言語は何だろう、そのやり方は一つじゃないっていうのがそのモットーなんですけど、一方 Python は一つのやり方、一つの地面のやり方があればそれだけを使えばいいじゃないかということで、まあ何が嬉しいかというと、人が書いたコードは読みやすいということですね。あと3日前の自分っていうのは基本的に他人なので、 この授業何書いたんだろうとかいうことは、まあ、あまりない、たまにありますけど。あと優れたライブラリーがたくさんあるっていうのがありまして、優れたライブラリーっていうのはその一から全部書いていくのは大変で、その先人が残してくださったちょっとその前エスカレーターみたいなものですね。もっと手軽にできるようなものを、道具をいろいろ用意してて、まあ、Python という言語ではそういういろんな有用な非常に便利なものがたくさんあるので、こうちょちょっと書いてちょっと動かしてみたいっていう時に非常に便利です。
まあ、あんま言うと宗教戦争なので、このぐらいして、でまず何をやったかっていうと、新着論文レビューから生物用語を抜き出すということをやりました。でもこれってなんかさっき聞いた話ですよね。はい、分かってます。なので、どうやってやったか、そのメガブを使ってなんかちょっとずつ抜いてとか、まあ、リン酸化って用語があるとなんかリンと酸化に分かれちゃって大変だからまずくっつけてとか、まあ、そういう作業あったんですけど、まあまあできたとしましょう。まあ大体こんな感じ。まあちょっと若干違うのも混じってる感もなくはないですけども、まあまあ大雑把にこんな感じですね。でじゃあその抜き出したのはいいから、抜き出してその単語がどういう関係にあるかっていうのを調べようと次は思ったわけですね。で狂気という言葉がありまして、ある文字とある文字が同時に出現することを狂気と。例えばしとしとっていう言葉がありますけども、しとしとっていう言葉は特に雨とつながりが深いわけで、こうしとしと雪が降るとかしとしと雷がとか、そういう言い方はまあ基本ないわけですね。つまりこういうことでその単語と単語の関係が分かると。じゃあ生物用語でどういう関係あるのかを知りたいと思って、まずその一つの論文で単語間の距離を測ったんですね。隣にあるものは距離が1だとしました。つまり一番上にあるコードと遺伝子2って書いてあるのは、例えば何だろう、コードされた遺伝子とか、その間に単語が1つ入ってるから2ってこと。その1つ挟んで現れたっていうこと で、そういうのを、1つの論文には全部でなんか単語は2000語ぐらいあったんですけど、それの全ての組み合わせを試して、まあ、平均値を取って、つまりコードと何とかの距離はいくつ、コードと何とかの距離はいくつっていうのを全部計算して、それを全通りコンピューターに計算させると、まあ、上位の結果ですけれども、こういうコードと遺伝子って言葉はすぐ近くにいることが多い、そういう結果が出ました。じゃあこれを使ってネットワークを作ると面白いんじゃないか。つまりコードって言葉と遺伝子って言葉はすぐ近く、つまり非常に関係性が高いと思われるわけですね。ということでネットワークを作ると面白いものができるんじゃないかと思って、でまあ確かにその2000単語全部にネットワークしたらまあカオスになるので、その上のほんの一部だけをちょっとやってみたんですけど、こんな感じですね。この真ん中にアンカー細胞ってやつがあって、まあ、遺伝子というとか合成とか、まあ、そういう生物用語同士のその近さでネットワークを作るとこんな感じになると。ほほう、なんかよくわかんないけどなんかいい感じですね。なんかちょっとなんかいいですね。ってことで、じゃあ今度はどんな単語がそのどんな生物用語がいろんな論文に出てるか、例えば、まあ、A っていう単語がこの論文にもこの論文にもこの論文でしたら、それは関係のある論文じゃないか、そういうことを考えて、まず全部単語を抜き出してみたわけですね。これ何かというと、この2番目に書いてある、ん2番目じゃないか、この最初に書いてある数字っていうのが論文の数、つまり細胞229っていうのは229個の論文にその細胞っていう文字が出てる。これはなんとか細胞とかそういう一部、さっきの神経幹細胞とかのとかいうのも全部含めて、細胞って文字がちょろっとでも出てれば、それを1回としてカウントすると、先ほど言いましたように、280、300近くの論文のうち229この論文に細胞という言葉が出ている。でその右は出現数で、すごいですね、細胞1万3000も出てますねっていうふうに、全部リストアップしてみました。で今度はこれでネットワークを作ってみようと思ったんですね。まあ作ってみたんですよ。ちょっとよく見ると、この番号が書いてあるのはその論文の ID、これはそのパブメドとかじゃなくてその新着論文レビュー内での ID なんですけど、もちろんこう2500とか、まあ、そんなあるわけじゃなくて、こう ID どういう付け方か分かんないですけど、まあ、結構飛び飛びに番号振ってやって、2588番の論文、まあ、そういうことなんですけど、多分この論文とかには多分症状媒とかいうキーワードが近いと思われるんですが、ごちゃごちゃしてて何があるのかよく分かんないですねこれ。
うまくいかないなっていうのが7月時点と。分かった。じゃあそのネットワークを作るってもよく分かんないから、とりあえずその論文のキーワードを見つけてみよう。確かにタグっていうのは立派な素晴らしいキーワードなんですけども、もっと自動でいろんな、そのタグっていうのは一つの論文に3つか4つしかないので、もっともっとキーワードを見つけてみたいと思ったわけですね。で先ほどのを眺めてみますが、なんか上の方にあるやつはちょっとキーワードというのは一般的すぎてあれだなという あれの意味がわからないけどとまあ思う。じゃあちょっとこれグラフにしてみようということで、グラフにするとこんな感じ。この上が縦が何回出てきたか、いくつの論文に出たかっていうので、横は1番目2番目3番目っていうのはこれの順番ですね。1番2番3番4番っていう順番、つまり多いものから順に論文、複数の論文に出てるもの多い順にこう並べてみるとこういうふうになります。つまり一番最初にやるやつがさっきの細胞、2番目のそのタンパク質のまあ180点ぐらい出ててということをこう図にしてみたんですけど、これ急激に減ってますね。細胞あんなったのに、なんか10番目ぐらいになるとだいぶ減っちゃってるじゃんか。でキーワードというからにはある程度他のと被ってないとキーワードって言いづらいですよね。このなんかマニアックな細胞が一つ出てきても、いやこれキーワードなんですよって言っても、じゃあ他にどういう論文があるの、いやこれだけなんですよって言ったら、なんかあんま検索としては役に立たないので、もうちょっとその20とか30とか、まあ、10とかそのぐらいはせめて論文が出てほしいんですけど、ちょっとその該当部分が少ないな、いやうまくいかないなという感じでもう9月になっちゃいましたね。夏休み終わりましたね。ということで、まあ分かった、とりあえず人がその編集長がつけてくださったタグを整理しよう、これタグですね、ということで作ったのがこれということですね。でこれそのあんまこういうウェブサイトとか書いたことがなかったので、いろいろ書き方を教わりながら書いたんですけども、これ書いててふとある日思ったんですね。キーワードっていうのは他の論文に出てなくてその論文にたくさん出てくるものじゃないと意味がない。だからその細胞とかいうのはそのいろんな論文に出すぎてて、なんかそれはキーワードじゃないよね。他の論文には出てないけどその論文にはいっぱい出てるっていうようなやつが欲しいんだということで、先ほどの TF-IDF にたどり着いて、で先ほどのこのキーワードの部分にそれで計算した単語を置いているというわけで、それで現在に至るという感じですね。でまあまだ3年生、次から4年生でもう1年はここにでやりたいと思っておりまして、まあ、まだまだこの先、まあ、あまりビジョンはないのですが、まあ、この後も開発を続けていきたいと思ってまして、最後に次回予告をしておきます。まあ、一応これ公開予定なので、まあ予定は未定ですね。宣伝だけは次回は Q です。ということで発表を終わります。どうもありがとうございました。